付けの佐野の人々は旗川の水を利用して田畑を耕し暮らしを立てておりました。ある年のこと、乾ききった天気が続き、春が過ぎ夏になっても雨が降りませんでした。田畑の土は白くカチカチに固まって、耕すことも種をまきつけることもできません。村の人たちはすっかり困ってしまい、わずかばかりの井戸水を汲み上げて作物の種をまきましたが、それさえも芽を出そうとはしませんでした。これ以上雨が降らないと田畑に作物は育たず、食うこともできず、やがては死人なども出てしまうに違いないと、村人たちは村長の家に集まって相談しました。雨乞いじゃ、天の神様に雨を降らせてもらうようお願いするんじゃ。そこで伊豆原の磯山で雨乞いをすることになりました。雨を降らせてください。どうか雨を降らせてください。雨を降らせてください。どうか雨を降らせてください。お願いです、雨を降らせてください。村人たちの叫び声、そしてドーンドーンという太鼓の音が辺りの山々にこだましました。しかし晴れ渡った空には雲一つ浮かびませんでした。村の人たちの雨乞いは夜通し交代で続きました。やがて空の星が一つ消え、二つ消えて、夜が明け始めました。昼夜も続けてお願いしたのに、雨が少しも降らん。仕方が悪いんじゃろうか。そこで願い文というものを書き、天の神様によく見えるように櫓を組んで、その上に長い竹を立て、その先にしっかり結びつけました。天の神様に申し上げます、しばらく雨が降りませんので、私たち百姓は夏になっても作物が育たず困っています。どうか雨を降らして私たちを助けてください。どうか雨を降らせてください。お願いです、雨を降らせてください。村の人たちはそのまま夜も寝ず昼も休まず、三日三晩熱心に祈り続けました。村人たちは雨乞いの火の煙で顔も手足も汚れ、目ばかりギョロギョロ光っています。神様、しかし赤々と燃えていた雨乞いの火もいつしか消えかかり、そのうち村人たちはすっかり諦めて地べたにへたり込んでしまいました。なんじゃ
とその時、櫓の上に立てられた妄想岳の上に何やら白い霧のようなものがすっと飛んできました。ああ願い文が。その白い霧のようなものはやがて人影になり、竹に縛りつけた願い文を空中に放り投げました。なんじゃ今の白いものは、何なんじゃ。向こうへ消えたぞ。村の人たちは不思議に思い、白い影の消えた林の中へ入っていきました。村人たちは雨乞いの疲れなどすっかり忘れて一歩一歩近づきました。やがてすぐそばまで近づきました。村人が近づいてみると、それは白い着物を着た老人でした。我を力の限り打て、我を力の限り打て、しからばお前たちの願い事は必ず叶うであろう。打て、早く打つのじゃ。打て、早く打て、我を打つのじゃ。しからば願い事が叶うであろう。この低く人の心に染み渡るような老人の声に、村人たちはみんな震えてしまいました。それでも勇気ある一人の若者が老人の後ろに近づきました。早く打て。若者が意を決して棒で力いっぱい老人めがけて打ちかかりました。もっと打て。すまねえ。もっと打て。なんと不思議なことに、老人はとうとう地面に頭までのめり込んで消えてしまいました。光ったかと思うと、その穴の中から水がコンコンと音を立てて吹き出してきたのでした。あの老人は天の神様だったのか。そうじゃ、きっとそうに違えねえ。聞いてくださったのじゃ。磯山のふもとは夜明けとともにひとしきり村人たちの喜びの声で渦まりました。この出流原の湧き水はやがて池となって、村人たちはこの池を
伊鶴原弁天池と呼ぶようになったということです。この伊鶴原弁天池はどんな日照り続きの年でも決して枯れることがなく、田畑を耕すお百姓さんたちを喜ばせたということです。